柳屋正満は芸人の名跡。当代は落語家で三代目を名乗る。いずれを初代とするか不明だが、飯泉雅美の正満を二代目とし、以降代数を重ねる。柳屋正満、後の歌沢虎正満は音玉師。本名、梅村若。略歴、人物古今亭今坂の娘。二代目藤松銀長の門で昌銀。二代目古今亭。 三ま家の門で小今を名乗る。後に、柳屋枝女ことぶきに改名。1895年3月に三代目、柳屋小三門で、柳屋小春。1897年頃に、柳屋小三代を名乗る。1902年に、柳屋小満となる。大正期に、歌沢のドラ派に入り、歌沢虎小満を名乗った。没年は、昭和初期頃と推測される。 芸風時は津から清本まで幅広い芸風であった。二代目柳屋正満は元落語家百面相の芸人。本名、飯泉真澄最初は天狗連に属し、浜きゅうりを名乗った。1910年代に二代目三遊亭窓か優に入門し、三遊亭へ遊ぶ隆の名を与えられる。それ以降十数年に渡り旅巡業を続けた。 結婚し子供が生まれたため東京に戻り、四代目、長家老馬学の門下に転じ、長家老花町と改名。1934年11月に、柳屋昌満となる。目が悪く、ほとんど見えなかったというが、なぜか、実在人物の特徴をつかんで、真似るのが得意だった。1955年頃まで講座に出たが、目が一段と悪くなり引退した。 四代目柳屋商船は実施。三代目柳屋商万は落語協会所属の落語家。本名栗原治む。出林は良い症状。神奈川県横浜市生まれ。横浜市立金沢高等学校卒業。東京農工大学繊維工学部中退。1961年5月、八代目桂文楽に入門し、桂松遊を名乗る。 1965年3月、2つ目に昇進。1971年12月、師匠文楽の死去に伴い、5代目、柳屋小三一門に移籍。1975年9月、新内昇進で3代目昇慢運襲名。1969年に、本目的で、桂昇遊の会としてスタートした、独演会、柳屋正満の会は、 2019年11月に300回、満50年を迎えている。文字で記録し、ワープロで出力した自身の落語を2015年からテキストと名付けた書籍として、自費出版し、一般に通信販売している。受賞歴、ありがとうございます。